やライムです。サンフランシスコといえばライムかなと思って、ちょっとさっきアプリダウンロードしたんで、これスキャンするだけでいけるのかな。全然いけないですね。お、本当だ。エイジベリフィケーション、スキャン your ID。ID か。くー。パスポートがあればいけるのかな。残念。ちょっと後でパスポート。スキャンして試してみますね。残念だな。ここでも中絶反対みたいなことを言っているキリスト右派みたいな方がいらっしゃいますけど、ピア39、何て読むんですかね、ピア39なのかピア39なのか分かりませんけど、フィッシャーマンズワイフの、フィッシャーマンズワイフの少しをこの方までやってきました。ここもちょっとした観光地っていうか結構な観光地ですよね。人がいっぱいいるな。いやもう先ほどのアイスクリームを食べたからもうおなかいっぱいですけど、ここはなんか足利すっごいいっぱいいるっていう話を聞いたんですけど、あれだ、本当にいるんですね。Not through Muhammad, you must go through Jesus Christ. The Bible says Jesus is the door. The Bible says Jesus is the way. Jesus is the truth. And Jesus is the life. And no man comes to the Father but by Jesus Christ. There's evidence that Jesus Christ walked the earth. There's evidence that eyewitness accounts that he was crucified. There's evidence that eyewitness accounts that he was crucified. There's evidence that eyewitness accounts that he wasやっぱクルーズが人気なんですね。このパブリックパーキングのロゴまでアシカになってますね。アシカなのかな、トドなのかな、トドってことなのかな。めちゃくちゃショッピングセンターみたいですね。なんかあれだな、なんていうんですかね、アウトレットみたいな、郊外のアウトレットみたいな、アウトレットの休日みたいな感じがしますね。まあ今休日だからこんな混んでるんでしょう。すごい人だな。でもサンフランシスコ本当に人がすごいというか、街の集積度合いが本当にすごいですね。ニューヨークの次ぐらいに都市の集積が見られる街になってるんじゃないですかね。今はロサンゼルスはなんだかんだ言って広いからこんな集積してないですもんね。ああそうなんだろう、楽しそうだな。やっぱ金持ちがいっぱいクルーズを置いてそうな街がありますよね。いやーもうアイスはいいな。Yeah, of course. That one?
かチョコレートがすごい有名になったら何でなんでしょうね。なんか港だから砂糖が集まりやすかったのかな。ピア39の方がフィッシャーマンズオフより全然人が多いですね。I'm going home today. I stayed the night at my grandma's house also. ピア319のセンターまで来ました。あれがアルカトラズですね。本当になんか脱出不可能って感じはしないですけどね、こんだけ近いと。まあ確かに波は穏やかではあるけれども、ちょっと早いかな。あっちの方だともっと早そうではあるものの、そんなに不可能じゃない気もするんですけどね、場所的には。でさっきからこちらからですね、すごいアシカの鳴き声が聞こえてるんですよね。風が強いな。シーライオン、25歳ぐらいまで来てるんですか。おお、本当だ、すごい。すごいですね。獣の匂いが。なんか GoPro 使ってるから前に入れてくちゃっちゃいました。調子ですけど。あ、でもちょうど開いてる。結構みんなおしゃれへし合いをしてますね。相撲みたい。結構響きますね、鳴き声が。カラフルだね。ああやっておしゃれに試合をしてるってことは、もうメスを争ってるのか。それともじゃれ合って戦いの練習をしてるのか、どうなんでしょうね。ああ、向こうの方もまた押し合いで落とされる、落とされる。おお、一気に起きた。なんだろう。おお、出てきた。いや、こうやって見てるとなんかアシカって恐竜みたいですね。すごい。これは飼われてるアシカじゃないので、全部野生のアシカだそうですね。あそこも書いてありますね。餌をやらないで、いじめないで、私たちの友達のアシカをみたいな。さて、街の方に戻ります。考えてみれば、コントラストがすごいですね。こんな自然がいっぱいあるサンフランシスコ、すぐそこがシリコンバレーだっていうのはすごいですね。フィッシャーマンズワーフからユニオンスクエアの方に戻ろうと思います。今回は最後尾の椅子に座ることができました。ユニオンスクエアの前、先の
始発のところまで、フィッシャーマンズワーフから戻ってきました。こっちの始発の駅から来るの、乗るのは至難の業ですね。ちょっと混みすぎてて、フィッシャーマンズワーフもあの乗る場所が2つあって、フィッシャーマンズワーフの目の前じゃなくて横のところ、もうちょっと東のところにあるんですけど、そこから乗ったら、もう全然街はあの少なかった感じですね。ほとんど5分ぐらい待つだけで乗れたんで、絶対そっちから乗った方がいいと思います。ここの、始発とフィッシャーマンズワーフの、目の前にあるところはもうやっぱりもう観光客含めて並びすぎてて、乗るだけで30分とか絶対30分以上かかっちゃうと思うんです。ちょっと時間がもったいないですね。よいしょ、とりあえず一旦ホテルを戻ります。いやー、ライブありました。ヒルトンの近くにもライブありましたね。さてホテル戻って、ID を登録したのでもう使えるはずなんですよね。だからこれスキャンすればもうこのまま使えるんじゃないかなと。おお、これでもいいのかな。行ってみたいですけどちょっと怖いですね。軽くブレーキかかったように止まります、これ面白いですね。いやもうずいぶん前から存在したからずっと乗ってみたかったんですけどね、なかなか乗れずに。でもまあよく指摘されている通り、ちょっと危険っちゃ危険ですね。国によったり都市によってはもう結構撤退する羽目になってるって話も聞いてますけど、とか酔っ払って乗ってすっ転んだりどっかにぶつかるやつ出てくるんでしょうね。もうそんな人間いっぱい出てんのかもしれないですけど、あでもすごい軽快です。あれでもこれもう電圧が少なくなってるのかな。これのメーター何なんだろう。上り坂になると全然ですね、弱すぎる、本当に弱い。これは僕みたいな、まあ、軽めの人間だからいいですけど、アメリカの重い人間だとこれダメなんじゃないですかね。登らないんじゃないかな。
で僕が今どこに向かってるかって言いますと、ジャパンタウンってところに向かってます。ジャパンタウンって、アメリカだと3カ所あるみたいで、まあ、ロサンゼルスのリトルトー、これはもう一番最初に行きましたけど、でもう一つはサンノゼ、やっぱりこのカリフォルニアに集まってですね、でサンノゼにもう一つあるんですね。で、もう一つはこのサンフランシスコにあるそうです、まあ、いわゆる日本人街ですよね。ニューヨークにもまあジャパンタウン的な場所は、ね、グリーニッチビレッジにありますけど、あそこは確かにジャパンタウンとは言わないですもんね。実質的にジャパンタウンだと思うんですけど、まあ、サンフランシスコはそれがあるということなので、ちょっとそれを見に行ってみたいなと前々から思ってたんで、今そこに向かってます。めちゃくちゃ遅くなってきたな。なんか充電がされてないとかですかね、このホテル歌舞伎、あ、これだ、ここだ、ここだ、ここですね。五重の塔的なのがある。でもこのライムの返却先はどこなのかな、それを見つけないとですね。ああ、もうジャパンタウンと日本が出てきた。よいしょ、あそこに、あ、ここはスートだけじゃなくてライムも止めていいんじゃないのかな。これでいいのかな。これで完了。完了。エンド。エンドワイド。ロックユアスクーターと。うん、したし、ああ、写真撮るんだ。ロックドとバイクラック、イエスイエス、終わった。これで 6.59 ドル。へえ、うん、ベリファインですよ。ジャストファンだねなるほど、あ、これでもう終わりですかね。いや、いい経験できた。こういうのね、なかなか日本に閉じこもってるとできなかったりするんで、やっぱいいですよね。やっぱりそのコロナでなんかとても残念なのはあれですね、以前だったら当たり前に経験できたこととか外の空気を吸えたことがやっぱ吸えなくなっちゃって、なんか刺激が得られなかったり新しいことが分かんなくなったりとか、そういうのがやっぱすごい怖いですよね。こういうライムだって多分2018年とか19年とかにもあったはずなんですよね。でたまたま僕は前回アメリカ来たのが17年の12月とかだったから、そのちょっと後から出てきたことだったんですけど、早く乗ってみたい乗ってみたいと思ってもアメリカ来る機会がなくて、でコロナですからね。本当になんか、日本の外をもっと見ていきたいなと思う。あ、うまそうだな。韓国料理もいいよね。でもビビンバ、石焼きビビンバ3000円か。まあそんなこと言ってて仕方ないんですけど、あの五重塔みたいなすごい目立ちますね。なんか日本人街、あ、和楽、こういう名前の居酒屋は世界中どこに一箇所ありますよね。焼肉って日本語で書いてある割には完全に韓国語ですけど、
なるほど。脇にもソウルガーデンって店があるし、ジャパンタウンだけど韓国の店も多いってことですかね。一番かな、そこは飯店って書いてあるから中華料理ですね。このあ、やっぱりユニオンバンクなんだ。あれ、ユニオンバンクって三菱が前買ったりしたと思うんですけど、提携してるだけだったっけ。あれ、こっち側からは入れないのか。なんか中にお店がいっぱいありますね。まあ、リトル東京もそうですけれども、あのサンフランシスコのジャパンタウンも割とその、排日移民法の時に結構もう日本人は、外に出ざるを得なくて、その後引き継いでったあの他の現地のアメリカ人や中国人韓国人たちが割とお店を経営してるっていう話を聞きました。まあまあ、 あの大体においてそんなもんだと思うんですけど、日本だって中国料理を、中華料理は日本人のシェフが作ったりしますから、別に違和感はないですが、かなりのお店が割と、なんていうんですか、韓国や中国の人たちとか、もしくはアメリカの人、ベトナムの人とか、タイの人が作ってるっていう話を聞いてますので、なんとなくいろいろなものがなんちゃってジャパンの様子を呈してるんだろうなと思います。ここもジャパンセンター、ラーメンとかなんかこっちの方が意外と進化してるって話も聞くんですよね。もう3日4日したら日本に帰るわけですから、いちいち、日本食を食うつもりはないですが、焼いてるような甘い香りしますね。あ、道場がある。何の道場がある。あ、ここか、囲碁ですね。囲碁の会所があるんだ。なるほど。で、ホテル歌舞伎につながってるか。開いてないけど、まあでもちょっと日本と似てる、変わらない感じですね。ニューヨークにもグリーンウィッチビレッジ、イーストビレッジでしたっけ、すごい有名な日本人街があってですね、ここもやっぱり日本人がやってるお店と日本人がやってないお店があるんですけど、なんかすごいな。あ、当時移民の話ですね。日本人がやってる有名なお店で焼き鳥大将っていうのがあったんです。僕はそこに学生の時よく行ってたんですが、どうも先日焼き鳥大将の大将がなくなっちゃったそうでして、大変残念ですね。でも長いことやってたから、まあそれはいつかはそうなるんですけど、そうなった時にそのお店、まあ大将の場合日本人が引き継いだと思うんですけど、なかなかに引き継げなかったりすると、本当のジャパンテイストは、失われてしまいますよね。
非常に難しいところだと思います。だから運賃入法とかでバーッと一気にお店とかを手放すことになってしまうとなかなかね難しいんだろうなと思います。しかしこれは平和って書いてある。てか全然日本人いないな。別にいいんですけど、平和だと日本の人々から、友情の印としてアメリカの人々に贈られたものです。昭和43年1968年。なるほど、まあモチーフ的には52頭なんでしょうけど、こういう感じなんですね。みんながこうやって集って、まあ楽しそうだから何でも OK ですね。ジャパンタウンピースプラザっていうんだ。一番にも続いてますね。ウエストモール、あ、じゃああっちはイーストモールか。あ、こっちの方が全然見かけ乗れんだ。いいですね、海外の日本料理屋っぽい。大阪や、次はサンフランシスコっていうのは日本の姉妹都市で、大阪と、あ、ベリハナだ、大阪と組んでるらしいですね。昔大阪から行く人が多かったんでしょうか。ベリハナって僕一回行ったことないんですよね。有名ななんとか青木みたいな人が作った会社ですよね。あの人自体は捕まっちゃったからその後どうなったのか知らないですけど、まあ経営がどうなったか分かんないですけど、ベリハナか。ああベリハナ結構しっかりしてますね。これ一人で入ってくる場所じゃないのかな。ちょっと、ああそうそう、こういうの鉄板焼きですよね。いわゆる日本スタイルの鉄板焼きをアメリカに持ってって大人気になった。いいですね、こういう日本こうね、いいですね。こっちの方がすごいでかいですね。先のことのモールよりも、ね、フルリだ。日本スタイルのピザの色、あ、これで日本スタイルのナポリタンとか出してくれる。なるほど、ジャパニーズ洋食屋なんですね。そういうのね、駐在してたりしたらめちゃくちゃ欲しくなりますよね、ちょっとこういう。
の国はここにあるんですね。ああ、くるくる。お好み焼きや毎度なるほど。うどんの地蔵うどん屋さんですか。クラブマリなるほど。あ、フルとかもお中華、なるほど。あ、あれ博多ラーメンなこう面白いです。関西こちらで、すずヌードルバス、ここもラーメン。天ぷらそばはわかりますけど、天ぷらラーメンって何ですかね。クレープ焼いてた匂いだったんですね。なるほど、なんか甘ってる香りが上の階はしてたんですね。抹茶系のなんとかなんとかみたいなのが結構人気ありますよね。最近どこ行ってもあるんですちょっと一旦戻ります。いやさっきのですねライムがメンテナンス中で使えなかったんで、今度はリフトでこれをやってみようと思います。電動自動車ですね。この前の普通のやつとは自転車とは違って、ドアノックされたのか。これで多分おお、これでも OK ってことですかね。ジャマンタウンからユニオンスクエアの方まで12分乗って7.6 ドルですか、まあ、タクシーとか乗ると20何ドルとか30ドル近くするかもしれない。まあ20何ドルすると思うので、まあ、割安っちゃ割安ですね。いやー、実は僕電動自動車って乗ったことなかったんですけど、ちょっとしたバイク並みのスピードが出ますね。すごい速かったな。でユニオンスクエアの方まで戻ってきた理由としては、面白いファーストフードができたというので、ちょっとそこに行ってみたいと思ってます。すぐそこにあるんですけど、あ、これですね、寿司リトです。ブリトーと寿司をくっつけたそうです。寿司が好きな人がブリトーにくっつけた、すごいやばい感じの、でも美味しそうだと思うんでちょっと食べてみたいなと思ってます。寿司ブリトーかボール、まあ寿司ブリトーだな。うーん、本日のすり身クラブ、すり身クラブね、唐揚げとか絶対美味しいでしょうね。いやでもここはトップになる電車キスですね。先ほど買ってきた寿司人をホテルまで持ってきました。すごいな、ほんとブリトーですね。
おお、ブリトーみたいな切り口の太巻きですね。まあ、ちょっと太すぎる太巻きですね。本だとこんな太い太巻きはなかなかないと思いますけど、すごい。なんか10年ほど前、2011年ぐらいからもう展開していて、もう今6店ぐらいあるらしいんですけど、いただきます。あ、おいしい。マグロとか当然アボカドが入ってて、キュウリも入ってて、このカリカリしたのなんだろう。卵、これレンコンか、レンコンですね。これは日本人でも美味しいと思うんじゃないかな。美味しいですね。いくらだっけ。これ1本で 16.25 ドル、2000円。まあちょっとどうなのかっていうのはさておき、でも美味しいですね。まあ日本で流行るとかっていうと分かんないですけど、東京だったら普通にありそうですけどね。赤ピーマンが入ってる。アメリカ中でもうちょっと流行っても良さそうですけど、なんか中国人のシェフの方とハワイ系の料理を作ってるシェフの方が寿司とブリッドを合わせて面白いんじゃないかってことで作ったのがこの料理だそうです。面白いですね。ファーストフードとしてとても良さそうですけど、ルカフ。すごい大きいように見えて、中がレタスやキュウリやピーマン、あとこれ生姜か。意外と軽いですね。米が外にしかないから。メニューに鶏の唐揚げ、本当に日本語の唐揚げと、あと天ぷら、天むすみたいにするやつがあったんですよ。絶対美味しいでしょうね。日本でも流行りそうだなこれって思う感じですね。やっぱこういう巻物系でちょっとおしゃれな感じのファストフードってないですもんね。美味しい。結構お米もちゃんとした日本風の美味しいお米を使ってますね。カリフォルニアにもササニシキとかコシヒカリとか、作ってる日本の農家さんがいらっしゃるんですよね。もしかしたらそういうところからちょっと米を輸入してる可能性も、輸入じゃない、仕入れてる可能性もちょっとありますね。ちょうどいいぐらいに、なんか固めで炊いてますね、米は。美味しい。味噌汁と結構美味しいですね。これちょっとぜひ試してみてください。今んとこカリフォルニア、サンフランシスコとか
そういうカリフォルニアしか出てないかもしれないですけど、ぜひお試しいただければです。さて、アメリカ一周旅行も、34日目が今終わろうとしています。1日に丸1日遊んでられるのはもう明日だけでして、明日はアルカトラズ島に行こうと思ってます。で、明後日にはもう朝からロス行きのアムトラックに乗って、向こうに着くのは夜ですね。ロス着くのは夜、それでアメリカ一周を達成した形になります。で、夜向こうに着いて、で、明後日はもう朝からすぐ空港に行って、結構朝早くから PCR 検査を受けて、それで、大丈夫だよって証明をもらって、午後1時の、便に乗って東京に帰る、日本に帰る形になります。成田空港行きの、JAL の便に乗って帰るようになります。なので、もう本当に実は明日しか観光ができる時間がありませんので、振り返ってみるとちょっと寂しい気持ちがすごいしています。いや、でも社会人になってこんなに長い休みを取ったのは初めてで、こんなに休んでどう思うかなっていうのはちょっと ちょっと不安に思ってたこともあるんですけど、なんかやっぱ充電期間って必要なのかもしれないですね、人間。なんか今めちゃくちゃ充電して、帰って仕事、僕は新しく転職するんですけど、一生懸命なんか頑張ろうという気持ちになりました。やっぱいろいろとアメリカ回りながらいろんな人を見たり、いろんな人と話して、いろんな風景見て、いろんな文化に触れて、アメリカってやっぱ広大だなって思ったし、いろんな人がいるなって思いましたけど、じゃあ自分はどうなんだろうとか思うと、まあとりあえずやっぱ転職するし、1ヶ月仕事休んでみて改めて、すごい頑張りたいなという前向きになりました。まあ転職がいいのか休みがいいのかわからないですけれども、やっぱ充電期間って必要だったのかなって今はちょっと思ってます。いやー、まあ何せよ明日一日観光してロスに帰って、で日本に帰って次の職場に向けて、まあさ一番最後には会社に社員証を返したりとかしなきゃいけないんですけど、まあそういうのを終えて次の職場に向けて準備をしつつ、体調、まあ時差直したり体調整えたりして、いや頑張ろうと思います。じゃあ34日目はこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。